皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説戦略石2実況プレイのパート68やっていきたいと思います。今回は精霊窟の探索ですね、ゼムリアストーンの回収を行っていきたいと思います。で精霊窟の、ね、奥の方には、また試練の箱がいくつかあるんですけど、ちょっとラウラを固定メンバーから外すことができないので、泳ぎ回収しながらやっていきます。どこへ行こうか。でまずどうしようかな。とりあえず風霊窟カレージャス発進。ここはね、本当はフィーとミリアムかユーシスとサラを連れてこないと開けられない試練の箱があるんで、今回は一応ユーシスとサラを連れてきました。残りの箱は後で回収します。それじゃあ精霊窟の探索を再開するぞ。まずは奥にある扉を目指すのだな。はい、今回もそこから試しの地に向かえるはずです。早速出発しましょう。では進みます。で今回ここを進むためには射撃の属性が B 以上じゃないとね、先に進めないので、せっかくだからこの2人使おうかな。確か原教官って、射撃持ってますね。じゃあ私の番ですね。サラを先頭に進めていきます。一度試しの地を開いたらゼムリアストーンを手に入れるまでこの精霊窟に集中した方が良さそうだ。早速探索を始めるか。行きましょう。開いたみたいですね。この先に試練が待っているわけだな。ええ、それを乗り越えた先に2つ目のゼムリアストーンが待っているはずよ。何が起こるかわからない。しっかり準備を整えておこう。よし、行くぞ。まずはマップを確認。あ、ここにあるね、試練の箱。で、赤い箱も同じ箱があるね。よし、進んでいこう。でかいな。心してかかるぞ。よいしょ。あの装置、なんとか動かせないかな。随分離れていますね。攻撃が届けばいいのですが。装置を動かすには特定の武器属性が E 以上のキャラクターのフィールドアタックを使用する必要があります。よろしく。よしよし。ではガンガン進みますけど、どうしよう。お、ほう、宝箱か。お、ラグナボルデクス。威力トリプルです。OK。
すげえ待ってる。今だ。強そうね。注意しないと。お宝発見。危険度大。どうか気をつけて。ガンガンスルーしていきます。さっさと先に進みたいからね。よいしょ。こっちなんだ。あ、でも仕掛けは何かあるのか。よし、これは多分やっといた方がいい仕掛け。うん、なるほど。次はこっちかな。ここ最後だもんね。じゃあこっちだ。はい。強そうね。注意しないと。あ、こっちに行けば宝箱を回収できる。お宝発見。こっちがあれか、フィートミラムか。じゃあよろしくお願いします。敵接近。総員迎撃開始。任せるがいい。待って、じゃあノーブルオーダー。気を逃すな。一斉にかかれ。了解。私の番ね。とりあえず数を減らそうか。これはおまけよ。お、気絶使うかい。いいだろう。これ単体だもんな。ひざまずけ。せや。あ、外した。うわ。赤点死んだ。気絶ターン長くね。え、何気にピンチだし。これはおまけよ。ありえん。私の番ね。とりあえず起こして、あと一気に割せるか。礼は言おう。久々に行くわよ。よし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 。
とっとと先に進むわよ。当然だな。アークブレイド、なんか新技覚えた。お宝発見。お次。あ、CP なんもね。なんとか切り抜けましょう。おお、でけ。俺の番だな。ちょっと総演。青き炎よ、我が剣に集い。はあ、ザザ。よし、射撃。よし、これで大丈夫だ。よし、やったぞ。やりました。任せなさいって。やったわ。お、戦闘アライブ2。大神獣、これの効果はなんだ。ラジメントボルト、支援6、駆動解除90。ほう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 、この辺よりいいな。で、問題のこれを料理料理。あ、任せなさいっての。あれ、よし。何？ブリザードパフェ。これをだね、作れるだけ作れて。ゼラチンあんまねえな。よし、やってみるか。おお、うん、あと他なんか PP 回復系で、ニガトマトか。まあニガトマトは買えばいいからな。じゃあこれか。うん、任せてもらおう。うん、よしよし、これを食わせて回復しよう。回収できなかった箱は後で必ず回収します。オッケー、次はこっちかな。危険度大、どうか気をつけて。くそ、敵発見、撃破する。行くぞ。しょうがないな、もう。二の肩、早く。あらてこ、ひねってくれる。任せるがいい。行くぞ。ダウン。後期。続きます。ええ。俺の番だな。せいや、私の番ですね。うーん、白金の剣をお願い。行くぞ。た、俺の番だな。
私の番ね。ダッチ殲滅完了返しのスピス先行、いいね。まだちゃんとね、あのスロット強化しきれてないですからね。あれ、よし、道が完成。そうね、はい、修理しないと。お、よしよしよし、これで終点だ。ではこの先でボスを倒して、コーツ回収ですね。コーツ違う。ゼメリアストーンだ。セーブします。よっしゃ。着いた。終点だわ。2つ目のゼメリアストーン。やっぱりかなり巨大な結晶みたいだな。ふん。とっとと回収と行きたいところだが。皆さん、気をつけてください。また魔公平か？魔公兵ヘビールビー。魔公兵大事なすったわね。やれやれ、一筋縄ではいかないみたいね。前よりも手強いみたいだ。みんな力を貸してくれ。任せるがよい。よっしゃ。強敵か、望むところだ。おっと、俺の番だな。じゃあいつも通り、こーだ。マイ、行くぞ。オーバーライズ。燃え盛れ。メス。おいいね、これで4万もできるんだもんね。ええ、これはおまけよ。チャンス、スキャリ。自分も入りやすいのか。セイヤ、チャンスだ。許可、行きますよ。了解。任せるがいい。あ、届かない。ひざまずけ。せや。今だ。続けます。はい。で、セレヌスブレス2。息吹を。ありがとう。俺の番だな。青き炎よ、我が剣に集う。はあ！よっしゃ。ええ、とどろけ。オーバーライズ。
一気に攻め立てる。これはおまけよ。今よ。スキアリ行くぞ。セイヤ今だ。もらった。任せなさい。これはおまけよ。チャンス。スキアリ任せるがいい。よし、ここでプラチナムシールド。あー、ちょっと強化に届いてない。せーない、しょうがないか。守護せよ。俺の番だな。覚えてもらなかった。じゃあ来い、バリバール。おう、燃え盛れ。メス。よっしゃ。よし、これで大丈夫だ。よし、やったぞ。やりました。やったわね。当然だな。うん、いい感じね。うん、悪くない。よし、手ごわかったが、なんとかなったようだ。ああ、二つ目の試練も無事に乗り越えられたな。これでゼムリアストーンを手に入れられますね。ほら、グズグズしないで早速祭壇に行くわよ。よっしゃ。でかいね、今回も。これで鬼神の武器の完成に一歩近づいたというわけか。ああ、みんなのおかげだ。精霊靴はまだ残っている。早速次に向かうとしよう。ふう、気が抜けないわね。よっしゃ。というわけで精霊靴も残りあと2つ。まあ、今回で結構手間取ってしまったので、残りはまた次回やっていきます。よし、では今回はここまでにしておきます。では英雄伝説戦略的数実況プレイのパート68、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。